鎌倉へ行ってきました。二人で初めて歩いた街へ。今日のあの街は人影少なく、思い出に浸るには十分すぎて。源氏山から北鎌倉へ、あの人同じ道のりでたどり着いたのは縁切り寺。君は突然泣き出して、お願いここだけはよして、あなたとの糸がもし切れたなら生きていけない。あの日誰かに頼んでと、一枚きりの一緒の写真縁切り寺。一度だけ街で見かけたけれど、アジサイまではまだ間があるから、こっそりと君の名を呼ばせてください。